はい、料理のお兄さん、リュウジです。新鮮なカツオを手に入れました。加熱用ね。カツオ何回目？あ、もう4回ぐらいやった。動画になってないけど。いないんだよね。それ素揚げにしようか。やっといけた。見つけた。やばくね？めっちゃいない？え、気持ち悪い。今日はテンタクラリアちゃんたち生でいけるか。害ないらしいしな。内臓をあげてみよう。はい、今日はなんと高知の釣り師さんがお誕生日みたいです。練乳でやってほしいって言っとったんだけどね。なかったのよ。で、今日は代わりにタッカルビソース。あ、入れすぎ入れすぎ。ミコルシの味なくなっちゃう。そうか。ありがとう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 。ああ、俺の服で。高知の釣り師さん、お誕生日おめでとう。チュキだよ。俺たちはファミリー。アウト。タッカルビじゃない。こっちじゃ。何点ですか？20。辛い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 。はい、ちょっと先に生テンタクラリア、はい、いただきたいと思います。どんな味するんだろう。すべての食材に感謝していただきます。はいよ。うんうんうんうち、ん、の味しんする。生ぐっさうわ。だってこれ加熱用だから鮮度よくねえもん。そら臭いわさ。お、入ってきた。やべえ。でもこいつ自体に味わない多分。ああ。うん。わわわわわわ。しゃぶりついとるやん。うえ。怖いって。こっちにもおる、こっちにもおる。震えちゃっとるやん。臭すぎて。やばい。カツオ臭いもん。で、この気になるテンタクラリアはね、味なくてね、プチプチしとる。ああ。生きとんかな。動いてそう。あれ？死んどんだね。動いとるこれ。体の中で。そんなことわかるか？寄生された。寄生された。やべ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 。ああ。テンタクラリア怖い。はーい。上がりました。はい。ドロドロじゃん。出た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 。レバーです。はい。そっち生じゃね。カツオのレバー。生もいくよ。さすが。食材もったいないじゃん。すべての食材に感謝して、はい、1回目ね。いただきます。あ、初めて食った。だろうね。今までで一番苦い。苦いんか。やば。苦さで舌がビリビリする。でも珍味って思えばいい酒のつまみになるかも。あ、ちょっと癖になってきた。そう。うん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